新潟県長岡市の、バーバの、丸山です。お願いします。アシスタントですね。はい、はい、K です。 K さんです。ちょっと声が不調なんですよ。あ、そうです。 K さんです。お願いします。はい、ですね、じゃあ早速、本日も、過去の動画の、撮り直しリバイバルしてます。なんでこんなことしてるかというとですね、前のカメラ、ちょっと昔のカメラ、ちょっとあんまいいカメラじゃなかったんで、画質がちょっと、ね、荒い面があったんで、撮り直してください。お願いします。はい、では今日はおつまみでございますよ。昔撮ったやつなんで、はい、発表いたします。本日は、砂肝とネギのからし和えでございます。はい、砂肝です。砂肝食べれますよ。大好き。おお、いいっすね。はい、では、砂肝とネギのからし和えを、もう本当はご家庭でできる簡単な感じに仕上げております。あんま難しいことは しません。本当簡単にいきます。はい、まず食材の発表でございます。はい、市販で売ってる普通の砂肝です。まあ、普通に売ってます、スーパーで。砂肝。うん。鶏の砂肝ですね。調味料が醤油、小さじ1、砂糖、一つまみ。3本指です、一つまみは。少々は2。一つまみは3。豆板醤、小さじ2分の1でございます。辛いの好きな人はもっと入れてもいいと思いますけど、まあ、とりあえず。ごま油、小さじ2分の1。長ネギが、まあ、ちょっと5、6センチぐらいですか。ちょっとあればいいですね。ね、早速じゃあ、砂肝を、これ火入れるのボイルします。はい、炒めても火が入ったかどうかっていまいちわからないです。茹でます。茹でるのが一番楽なんで。砂肝なんですが、こういう感じで繋がってるんですよ。繋がってるんですね、砂肝って。繋ぎ目をハサミで直近で切るんです。はい、お願いします。はい、切ります。切ったらどこ？もう入れていい？切ったらもうそのまま茹でましょう。はい、切れた。はい。やけど気をつけてください。ではネギ切ります。ネギは切り方ね、正直答えないんですけど、まあ、基本的にちょっと輪切りとかよりこの斜め切りの方がいいんじゃないかなと思って、このでボウルに移すと。そしたらもうここに調味料も全部ぶっ込みます。これ醤油、はいはい、砂糖、はい、豆板醤、へい、ごま油、へい、沸くのが、もうちょっと沸くのを置くんで、そしたらしばらく、じゃあちょっと待機。これどんぐらいで火入ってるか本当わかんないじゃないですか。わかんない。確実にまあね、3、4分か 5、まあ、5分ぐらい入れていけばもう絶対大丈夫ですね。凍ってるわけじゃないんで、生ですから。入れます。そしたらね、あとはもうこれ混ぜ混ぜですよ。で、盛り付け太郎で盛りましょうね。で、一応彩り重視で、そう、これ青ネギのっけた方がいいですね。うん、完成でございます。非常に簡単でシンプルな、この今回ということで、完成いたしました。砂肝とネギのからし和えです。完成。それでは砂肝とネギのからし和えをいただきたいと思います。いただきます。いただきます。うまい。あ、うまマジで。うまい。これはうまいな。これは
よこれ。ビール飲みてえな。マジで飲みたい。ビールかハイボールとかなんかそうスカッとしたやつ見てます。スナジモはどこのスーパーでも売ってると思うんで、ほんと簡単なんでやってみてください。安いしね。これあれだ、山椒とか足してもいいかもね。ということでスナジモ簡単なんで、ぜひこれ気軽に思いついた時にできるような簡単なメニューなんで、ぜひ作ってみてください。はい、ありがとうございました。だからさ、ライフパートナーですよ。だからさ、ねえ、いいエプロン、白いエプロンで汚れ目立っちゃうね、これね。エプロンとしての機能はちょっとこれは難しいかもしれない。汚れてしまう、これは。じゃないですもんね、拭き取れるやつ。そうそうそう、防水とかないんで、これはね汚れちゃいますね。だからダメなんですよ。ねえ。だからね。うん。可愛いけど。そう。なんでこの色にしたんだ、まあまあ、もともとだからが白いイメージなんで、うん、ドリンクとして。いやでもこの色のエプロンはリスク高えな、使いたくねえもん。ねえ、汚れますよ。お腹あたりが多分ダメですね。ねえ、いやだからダメなんですよ。